今日もゲームをやっていきましょう。寝るまでの時間をね、ゲームをやって過ごしましょう。バルハラというゲーム。バルハラというゲーム。バーテン、なんだっけ、サイバーパンク。バーテンダー。アクションなんだっていうね。ノベルゲーじゃないかいっていうね。ノベルゲーの印象だったけど、アクションゲーム的なことらしいね。まあ、とりあえずやるか。やんなきゃわかんねえ。つうことで、こうじゃなくて、画面を、ゲームの画面になりました。コントローラー、これね、プロコントローラー、この野郎、スケバンゲームス。プレイズム、グリッチシティ、存在すべきではない街、企業と犯罪帝国が牛耳るトップヘイブ、全市民に監視用のナノマシンが注入され、腐敗した政府の法を守らせるべくホワイトナウトされました。コンビニ、あらゆる形の暴力が蔓延し、無力な人々の日常は急速に脅かされつつある。打ちのめされ家族への仕事や天国のお宅を考えようとするのに、内から逃げ出そうとするのを諦めて受け入れるもの。そんな彼らにとって答えはグラスの底に沈んでいる。アニメチックなグラフィック、大通りから少し入ってスマイルし、ブランド街のそばにあるバーにバルハラと呼んでいる。通称バルハラ。コンクリート砂漠に小さな街、物語はここから始まる。グッバイミスバーテンダー1230。はい、ファミコン、スーファミぐらいのドット感だね。3D スティックは使えずに十字キーだけ使える。プラスってない。プロローグアナ、プロローグアナ、最初から設定から見るか。 BGM SF です。はい、あ、そういうこと。こう操作線的なのが走る。振動強いでいい、弱い、強いでいい。音楽がなんかね、控えめで抑えめでいいよね。ロードできるものないから。なにこれ、セーブロードノーデータだね。あ、戻っちゃうの。最初からでもいいし、プロローグからでもいい。最初からやるか。飲み物とおつまみを用意してリラックスした状態でプレイしてください。準備はできましたか？それではどうぞ楽しんで。
気の利いた、なんか気の利いたゲームだね。もうすでに。A ボタンを押して次。飲み物はお茶しかないんだが。アナ。ログも確認できる。NEXT。こっちこっち。設定はさっきのやつね。ジュークボックス終了ロード。まだそっちじゃない。あ。びっくりした。びっくりした。ジョーは。ゲームはもう始まってる。第一印象が大事。タキシードずくめのコーギーたちの。コーギー。タキシードずくめのコーギー。タキシードずくめのコーギー。タキシードズクメコーギーなんだ、あえて命令しちゃう。悪ふざけも置いたが過ぎた。 90% は受け止めてるので、まあね、この後中で目だけ見るようにすれば大丈夫。それはそれでどうかな。何が明るい面なのかわからないけど、それを見つけるのもあなたの仕事。そうか、前置きはともかくあなた宛ての郵便があるからちゃんと読んで。なんだろ、このバーのマネージャーかい。じゃあね。どういうシーン。ジル、夢か夢か、本当に。ドアのところに何かある。チャプター1プリメラ。シャイニングフィンガード会員権は17日に自動更新されます。800ドル入金しておいて、ライフバックアップ APP で忘れずにデータをセーブしておきましょう。オーグメンテッドアイを閲覧できるようになりました。かわいい写真だわ。いい、ボスの左のちっちゃそうな方がボス。こうは誰でもない、誰でもないの。なんだかゼロだけど。ベストボス、バーへ出勤する前に行動してろ。解除。おもろいね。帰り時フリーズセクト。ああ。まだよかろうか。いいえ。ライフバンカー。セーブ。では、稽古日数は1、Day 1、12月じゃなくて今日、9月12日ってことね。ADDP。終了とかじゃなくて、バーへ出勤する。12月13日火曜日。火曜日。ギルティ、おー、いい音楽だったね。ルールブックが好きだと僕はどんなにしてるマイベスト。
こ。念のためだ。ピアノもちゃんと作れるようなコンテンツだ。ピアノも。あって、いかがでしょうか。レシピブックからナビゲーションバー。ダーリングウェイのレシピブック。甘めとか、ここらしい。
しい感じでもないから。後ろの人はどなた？買い出し中に見つけた。ファイフォルをしてきた。警察の手に委ねるぐらいだったら。選んでください。何個あるのさ。結構あるな。前から順番にやっていくか。ニューグローライト、ウェルカムトゥーバルハラ、エブリデイズナイト、カムシングシミュレーション。さっきのやつか。ドライブミールワイルド。まあ上から順番に埋めていこうか。梅本。一日を変え、一生を変えるカクテルを。早速来た。ビール。ビールな。名前っていうか、ビールってビールかな。アデルハイト、ドラムピー、ロンソン X2、デルタパウダー1、プラナガイド2、パルモトリンで、炭酸ビール。違うらしい。アゼルハイト。ビール。で、どうぞ。でかいのよこせ。しょうがねえ。倍な。
いビールをガツッと飲みたいタイプ。ミーティングを避け、こういう吐き溜めには俺のような人間が必要。お前さんはどういう人間なの？ちょうどこっかり吐き溜め、ひどい吐き溜めにしたこともある。記事は片っ端から俺がチェックしてる。敏腕編集長って感じ。アイスラジオの記事を毎日。そしてね、説が進んだ。自分以外の誰のためにも動かない民主的没のハック。つまらん話題で記事を助ける。あらゆる人間をクリックする。ケツの中で我が物顔しやがって。コラムニストは人レストランのレビューを書いてる。
かなショービックがいるって何に困るけど、まあ利害関係がねえからなのか。ゴシップを探してる。ゲットカーセット級のセレブの今それこそゴミの吐き溜めに来るわけねえだろ。私たちと同じ人間だっていうニュースがあってもいいんじゃないみたいなニュースが何もかも面白おかしく誇張してるだけ。切れるように仕向けて描いてただくじゃない。そういうことならそこならうんバーテンダーですな。いや世界平成の意味で全然ストレートな人間で悪い人間、悪い人間かもしれないが嫌な人間ではない。
ローソンかどうしようか、人間味がないし冷たい感じだし、意外とそういう、なんていうか対等な関係性を望んでるのか、親父と僕が見たどうか、喉がんって、どのがんっていうのは目の前のことに呼びかけてるって感じ。そうそうそう、それはそれでな、組織のトップとしてはボスとしての威厳を保ちたいが、それとは関係ないところで俺一人を見てほしいってところもある。人ほどの恐怖心は絶対なんで、おい、これじゃダメだろ。アイルドライバーに少しね、これかな、ブロンソンキッド1234 1234、プラナガイド入れたい。適量を入れてみて、入れても入れなくてもいいんじゃなかったっけ。やってみるか。フロントン X だよな、プラナガ X だよな、ビターで、
一つの意思
違いしてもあるオノファンリゾートの恐ろしさを無視はしてあれからジール コーギーたちは犬ができると思えない。こんな反則だからって甘く見てると、フーフーフーまで眠り姫が起きちゃう。この恨み辛さで置くべきか。起きた。バルハラへようこそ。ご注文は？ガットパンチ L サイズですぐにくれ。ガットパンチ名前で検索。ガットパンチ、またガットパンチだ。
したことはあるか。成功する話だ。一部がなくなってしまったような感覚。うん。何かあるとすれば気遣いだろう。何をしても何を手に入れても満たされない。うん。まあね。例えば、コレクターになる、本を読む、バンジージャンプ、格闘技、物動画。まあお金をかければいいって問題でもないしね。まあそれで満足できなかったんだったら別の手段を見つけるのは手だよね。まあそういうことしてるから欠けた気分になるんじゃないの。それはどうかな。お力になれそうになりませんね。人間不信でも消えてるのかね。当てにするのかな。ボス、休憩入ります。
面白いよね。ブレイク。ゲームが完了しました。引き続きゲームをお楽しみください。ここまでかな。あ、そろそろ寝る時間が迫ってきたから寝るとしましょうか。